今日はね、その、まあ、長男マサトの話を、一つさせていただこうかなというふうに思います。まあ、マサトの話というよりはね、これ僕の話なんです。はい、マサトの父親、はい、マサトの父親をね、僕が、辞めた日、まあ、今日はそんな話をさせていただこうかなと思っています。僕はですね、マサトという子供を授かった時からですね、本当に、悩みました。まあ、育て方ということに対してなんですけれども、本当に悩みましたね。マサトはやはり、まあ、ダウン症ということもあって、知的障害というものがね、どうしてもあります。はい、まあ、そういった、まあ、ものを持った子に対してね、どういうように、教育とか、しつけとかをしていったらいいのかっていうのは、まあ、僕もマサトが長男ですから、マサトを授かった時には父親1年生だったわけですよ。ではっきり言ってね、全く分からなかった、もう手探りで、まあ、いろいろ本を読んだりとか、ネットを見たりとかね、いろいろしたんだけども、やっぱり人それぞれ、家族それぞれ、子供もそれぞれなので、まあ、どれも参考にはなるんですけども、まあ、どれも、完全に当てはまるというものはなくて、本当にね、悩みました。で、まあ、例えばですけど、まあ、こういう子供なんだから、怒ったりね、まあ、注意したり、まあ、ましてや、叩いたりね、まあ、そういうことは、するべきではない、まあ、こういうふうに考える、空波が、いました。ただ、空波自身がね、すごく自分の父親から厳しく育てられました。はい、そしてその厳しく育てられたということに対して、今はですね、非常に父親、死んでる父親に対してですね、感謝の念を持っています。はい、本当にああいうふうに厳しく育ててもらって、ありがたかったなって。ですので、怒らないとか、まあ、そういうことは、父親の仕事としての放棄に当たるんではないかということでですね、マサトを育てていく上で非常にこれ、悩んで、葛藤しましたね。はい、まあ、親の空波がそういう状態だったので、まあ、やっぱり自分の子供に対するね、まあ、方針じゃないんですけど、そういうものがこう一本化してないというか定まってない、はい、そういう状態で育てられたので、マサトもですね、まあ、初めは、かわいそうだったと思いますね。まあ、優しかったり、怖かったり、いろいろな父親だったんじゃないでしょうか。まあ、はっきりどっちなのかわからないみたいなね、まあ、そういうことをマサトは感じたかもしれないですね。まあ、ですが、まあ、今ここに至ってですね、ここ数年、という期間に至ってはですね、もうある程度の答えが、出ました。はい、僕は、まあ、ある日ね、これも決心した、ある日、マサトの父親を辞める決心をしたんです。父親をね、辞めるって決めたんですよ。まあ、つまり、その日から僕は、ほとんど一切、うちのマサトに対してですね、叱ったり、怒ったり、ましてや、まあ、叩いたり、ということは、一切、しなくなりました。はい、やめました。まあ、これね、親父としてどうなのって、今でもね、自分で葛藤してる部分はあるんですけども、まあ、そういうふうに方針を決めてから、数年経ちますけれども、あえて、今、言えることは、これで良かったなって思います。結局、行き着いたところはね、
私自身のエゴというものも含まれていると思うんですよ、うん、例えばですが、例えばうちの次男のユーマ、はい、悪いことをしました、はい、口頭で叱ります。辞めることもあります。辞めないこともあります。で、口頭で叱って、辞められないことはもっときつく叱ります。もしくは怒鳴ります。はい、それで大概は辞めるでしょう。でもそれでも辞めない場合、もしくは、初めから自分の、まあ、命ですとかね、家族の命ですとか、友達の命ですとか、重大な怪我を、引き起こしたりですね、重大な、まあ、死亡に至るようなね、危険な、結果を生むかもしれないようなことをした時というのは、僕は、ね、息子を殴るようにしております。はい、まあ、なぜなら息子は、次男は分かるからなんですよね。で、辞めるということが、できると思うからなんです。ですが、マサトの場合は、叱ったところで、直せない、辞めることができないんです。まあ、そこに最終的に思いが至ったわけですね。いくら怒ってもやめることができない以上、怒るということをやめない限りはずっとマサトを怒り続けなきゃいけないっていうことに気がついたんですよ。でもそれってどうですか？家族としてどうですか？父親としてどうですか？子供からしてどうですか？僕は自分の子供が大好きですし、自分の子供が大切なので、その子供を怒り続ける、そんな人生真っ平です。マサトも何かよくわからないけど、ずっと怒られ続けて生きていく人生なんてきっと楽しくないと思うんですね。だから僕は、父親、まあ、教育、しつけ、まあ、そういったものを放棄していると言われるかもしれないけれども、親父を辞めてでも、マサトを叱ることを辞めました。そうこうしているうちにですね、そうして数年経ちますが、これマサトに明らかな変化が出始めたんです。もともと自分の意思、自分の思ったこととかを人に伝えるということが、非常に苦手なんですね、彼は。まあ、ですから、例えばですが、僕がね、うん、マサト、パパのこと好きって聞くと、好きな場合は、好き、まあ、嫌いな場合は嫌い、そういうふうに答えることはできるんですが、例えば自分からですね、お前が嫌いだとか、あなたが大好きだとか、自分からね言ったりするっていうことが全くできなかったんですね。それまでも、マサトに対しては、私は、マサトパパのこと好きって聞くと、マサトは、大好き、って答えてはくれるんですが、マサトの方から何もしないときにですね、そういうことを言ってくれることっていうのは、なかったんですね。でも私がそのようにマサトの父親であるということをやめて一切、怒らなくなった、からです、うん、それから、驚いたのはですね、まあ、とある日です、はい、マサトと二人で、いたときにですね、マサトの方から、パパって話しかけてくれたんですね。で、まあ、私が、何って言ったらですね、マサトは、私のことをですね、ハグしてくれてですね、パパ大好きって言ってくれたんですね。いやー、
僕一生の中でね多分一番嬉しかった瞬間でした。それからですね、マサトは、ことあるごとに、まあ、今では毎日ですね、毎日、僕に日課のように、言ってくれるんですよ。パパ大好き。そしてですね、僕が、家の中で、まあ、寝転んでいたり椅子に座っていたり、するとですね、マサトはやってきてですね、僕の肩を揉んでくれます。何も言わずに、僕も何も肩揉んでとも言わずにです、はい、やってきてくれて、パパ大変だね、マッサージしたろで肩をねマッサージしてくれるんですよ。全く効きません全く効きません、足もマッサージしてくれますが全く効きません。うん、指圧としての、マッサージとしての効果はゼロです。ちなみにうちのユーマはね、ちょっと太めなところもありますので、かなりクソ力がありますから、次男が揉むとですねかなり効きます、はい、ただ次男は揉んでくれません、そんなに、はい、ちょこっとは揉んでくれるんですけどね、そんなにマサトのようには揉んでくれません、自主的にはね、はい。でもですね、マサトのマッサージはこの上なく体には一切効かないんですけど、この上なく心に効くんですよ。これはね、多分皆さんにはわからないと思います。いつもね、そのマサトの、手を通してですね、優しさが僕の体の中に心にですねじわーっと染みてくるんですよ。こんなに効くマッサージじゃないんです。本当に効く。疲れてるとき、しんどいとき、苦しいとき、本当に効きます。そして一つ思ったのは、僕は教育者としてのマサトの父親、これは確かに、放棄しました。確かに失格かもしれません。マサトの親父を辞めたと言われても、何も言い返すことはできないです。でもあえて最近思うようになったのは、マサトにとって俺は父親を辞めて初めて本当の父親になれたかな、そう思ってるんですよ。うちの嫁さんは不満です僕が怒らないですから一切、代わりに嫁さんがガミ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 怒ってます、マサトには、うん、で僕が一切怒らないからね、僕ばっかりいい顔して、マサトは、母親の言うことは聞かないそうですよ反抗するそうです。で僕には一切しませんそれがどうもね、嫁さんは不満のようですけども、まあでも僕も叱って母親も叱ったら子供の立つ瀬はないじゃないですか。僕は、これからもマサトの父親であり、マサトの一番の親友でありたいと思ってます。まあ僕の子供ですから本来であればね、うん、僕の後を継いで、僕の死んだ後も、しっかり人生を歩んでほしいなと、そう思うことも反面ですが、僕はなんとなく彼とはずっと離れても、また次の世でも一緒にいたいなって、そう思ってます。いつもはマサトが僕に言ってくれる言葉だけど、僕からマサトには
あまり売ってないかもしれないんで今日はお返しするけど、マサト大好き。